はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、美野健二です。さあ本日の動画はついにというか、あのアーモンドアイがジャパンカップに参戦を表明しましたね。さあこれで歴史的レースになるのは間違いないですね。向かいのボバヒンバの三冠馬、さらに G1 発勝を達成したアーモンドアイが参戦。この三つどもえですね、コントレイル、デアリングタクト、アーモンドアイ、史上初ですね、三冠馬が3頭揃ったレースっていうのがね、実現することになりました。これはね、世界的に見てもなかなかない、もしかしたら世界初かもしれないですね。ちょっと詳しいことは調べてないんでわからないんですけれどもね。まあ過去にも三冠馬の対決っていうのはあったんですけれどもね、シンボリルドルフとミスター CB、 あとはジェンティルドンナとオルフェーブルっていう対決はあったんですけれどもね。その時はミスター CB とシンボリルドルフの時は伏兵のカツラギエースがね、勝ったんですよね。ジェンティルドンナとオルフェーブルの時はジェンティルドンナが勝ったと。まあ結果がどうなるかはね、わかんないですけれども、まあ三強対決ってなるのはまず間違いないですよね。まあそっから、まあどの馬が来るのか、まあもしかしたらカツラギエースみたいな伏兵が一発っていうことも、まあなきにしもあらずっていうのが競馬の面白いところだよね。まあでも金量とかそういうものを考慮すると、デアリングタクトがちょっと有利な条件揃ってるかなっていうのはありますよね。まあローテーションとか、あと金量自体も3歳牝馬で一番軽いですしね、条件は整ってるなっていう感じですよね。であとかなりね、展開というか左右しそうなのが天気ですよね。もし馬場が渋るようなことがあれば、デアリングタクトが来るんじゃないかなと思いますね。やっぱりこれまでもデアリングタクト道役で勝ってますしね。でさらに金量も軽いってなると、もし馬場が渋ったんならデアリングタクトの可能性が一番高いなとは思ってます。まあパンパンの両馬場だったら、まあコントレイルの2部があるのかもしれないですね。まあ菊花賞、ダービー、皐月賞のパフォーマンス見てると、ダービーの 2400m、 東京 2400m が一番向いてるような感じなんで、やっぱりそこはパンパンの両馬場ならコントレイル、まあもしくはアーモンドアイに部があるんじゃないかなっていう感じですよね。まあこの辺も、まあ当日の天気は全然わかんないんでどうなるかわかんないですけどね。まあでも世界中が注目するレースになるのはまず間違いないですね。本当にこんなことなかったからね。そもそも三冠、ボバヒンバ三冠っていう同時にっていうのが初めてですし、さらにそれが対決ってなるのも初めて。いやー本当に盛り上がりますよ。押し村区は観客の動員の制限が入っていることですね。もし制限がなかったとしたら、今までの集客の記録更新っていうのももしかしたらあったかもしれないですね。いや本当に楽しみですね。本当に世界中からも注目されてますし、まあそしてね、アーモンドアイのね、引退レースっていうのもありますからね。まあオッズ的に考えれば、おそらくアーモンドアイが、まあ、一番人気なのは間違いないと思うんですけれどもね。まあ実績も一番上だし、引退レースっていうこともあってね、やっぱりアーモンドアイが人気する条件っていうのとね、整ってるんでね、天皇賞からのね参戦なんで、ちょっとローテーション的にはこの3頭の中で一番ね感覚はないんですけれどもね。しかもアーモンドアイあんまり体質が強いっていうような馬ではないんで、まあその辺もどうかなっていう感じはありますけれどもね。まあもちろんそれは陣営がきちんと判断して体調的に大丈夫っていうことなんで参戦っていうことがあると思うんですけれどもね。まあその辺、まあ本番になってどうなるか、ここ本番に向けての調教過程、その辺もどうなるかっていうのは気にはなりますよね。まああとはね、本当に当日の天気次第っていうのはありますよね。まあ枠順もそうですけれどもね。まあどうかね、展開的に言うと、
まあ逃げ馬っていうわけじゃないんでね、3頭とも後位、まあ中段あたりにつけて最後の直線でどうなるかっていうと思うんですけれどもね、やっぱそうなると馬場がね気になるよね。まああとはどの馬が参戦してくるか、フルゲートとかになるとねいいんだけどね。いや本当に楽しみな一戦になりましたね。まさかねアーモンドアイが参戦してくるとはって感じでしたよね。まあ香港行くんじゃないかっていう、まあ感覚的な問題もありますしね、ローテーションの。まあそれを考えれば香港に行く可能性も結構あったんですけれどもね、まあおそらく天皇賞勝ったことによる G1 発祥っていうのを達成してっていうのがあって、であとは体調を見てっていうことだったと思うんですよね。まあそれの条件が整ったってことでジャパンカップ参戦と、過去最高の盛り上がりになるのはまず間違いないと思います。いや売り上げとかどのぐらいになるかね、まあこれから CM を作ったりとかして宣伝もしていくと思うんですけれどもね、どんな CM ができるかも楽しみだし、本当に楽しみでしかないですね。まあ今後こんなこともないかもしれないですからね、まあわかんないですけれどもね、三冠馬が 3頭一堂に会するなんてことは、まあ今までもなかったし、これからもない可能性の方が高いと思いますね、やっぱり。まあ言うなれば、まあアメリカンファローとか、ゼニアッタ、シアトルスルーとか、そういうアメリカの最強クラスの馬を一堂に会すみたいな、まあそれぐらいの価値のあるレースかと思います。いやーすごいですね。こんなレースがね見たかったんですよ、やっぱり。まあ今ねちょっとね使い分けっていうのがね言われてますしね、やっぱり強い馬同士のガチンコバトルっていうのがね見たいですからね。いや今年の皐月賞はねサリオスとコントレールの一騎打ちで名レースだったんですけれどもね、それを超えるような名レース、本当に3頭が直線でデッドヒートをね繰り広げるようなレースを期待したいですね。まあ馬券的な考えから言うと、まあ伏兵みたいなものが絡んでくると面白いとは思うんですけれどもね、まあとにかく全馬無事にねゴール板を駆け抜けることをね祈りましょう。それがね一番ですね。まずはやっぱり怪我なく無事に繁殖に上がるっていうのがね大事なんでね、まあそこをね祈って、まああとはまあ陣営がきちんとね仕上げてくれるでしょう。まあプロフェッショナルですからね。まあとにかく当日をね楽しみにしていましょう。はい、それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。